ウルフのソロがあるじゃないですか、うん、早く原曲で弾いたら、うん、なんかそれっぽくなるんですよ、うん、でそれをゆっくり弾いた時にふわり通りに自分がそのちゃんと弾けてる自信がないっていうのがあって、なるほど、なんかリズムがちょっとその16部じゃなくなるところで、自分も結構メトロノームとかで合わせてやりたいんですけど、そもそもそれをやった方がいいのか、やらなくても別にいいことなのか分かんないです。あれは一応できるソロ、それができないソロもあんねんけども、なんか例えば長い愛とかね、まあほぼ不可能、誰がやっても。これはね、一応できる、それがちゃんとかっちり割れてるソロなので、これからそのしていくようにすることはプラスになるというか、あんまりいいかな。俺はその職業的に教えないとダメなので、だから3連符に入ってるのでで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 でからまた3年分やってる。それがなんか体がそこをバチッと、そっから先はバチッと合うはず、誰がやっても、うん、あんたに、ね、それその前のダガダダダダガダダダっていう、もうでもあそこからもうちょっとなんかインテンポ感がダガダダダガダダ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 ダ、そういうことは当然分かってた方がいいけども、レガートをね最近すごく綺麗に6連符で弾いてる傾向が、乱れ弾きみたいなのもうほぼ全くないかな。まあ、果たしてレガートをそういう捉え方した方がいいのか、もうグリッサンドとかロングトーンみたいなものと思って、うわーんっていうものとして捉えてた方がまあいいかもね。で本人もまあそうやん、レガートのところをビチッと弾いてる時なんかないよ、うん、まあ、だバンドの傾向だったりとかもあるかもね。いやそれこそなんかセンセーションみたいなバンドがやりたいんだったらガチガチに取った方がいいと思うけど、ベースとバチバチにユニゾンとか、でもちょっと難しいね。なんか3連符に戻るタイミングがね、変なので。その後とかも全然何でもないや。